今日は上海タンパオショウカンっていう中華料理屋さんに夜ご飯を食べに来てます。私はこちらのスザクセットっていう片焼きそばと杏仁豆腐と小籠包のセットを注文しました。この店は小籠包が有名というかお店の自慢らしいです。では早速いただきます。ではこちら生春巻きいただきます。あ、くっついてる。野菜たっぷり入っててすごく見た目も綺麗で美味しそう。いただきます。このチリソースが美味しいですよね。いただきます。こちらの片焼きそばもいただきます。これ麺はね結構こんな感じで太い麺になってます。カリカリ揚がってます。とても美味しそうですね。あ、パリパリのサクサクですごく美味しい。あんもねすごくさっぱりしてるね、あの塩味かな、うん、すごく淡白で美味しいですね。海鮮もお肉もお野菜もすごくたくさん具沢山乗ってます。今から小籠包をいただきます。はい、まずは小籠包を取ってタレに絡めて、でそれをスプーンに乗せます。この上のひだをかじって中の汁をすすっていただくっていうことです。小籠包は中にこの旨味のスープがたっぷり入っているそうです。いただきます。あ、すごく美味しいですね。生地がとっても柔らかくて中にねこうスープがたっぷり入ってました。この黒酢のタレとこの小籠包ですね、すごく合いますね。酸味があるのがいいアクセントになってとっても美味しいです。デザートいただきます。こちらはミニ杏仁豆腐です。キウイフルーツと桃が入ってます。いただきます。とてもこの杏仁豆腐柔らかくてまろやかな味で美味しいです。あとねとろけるような柔らかさですね。今日はこちらのお店で夜ご飯を食べてきました。本格中華のお店ですごく美味しかったです。デザートもねとても美味しかったですね。シンプルな杏仁豆腐だったんですけどとても柔らかくて美味しい杏仁豆腐でした。はい、また来たいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。